検査に始まり検査で終わると多動で動かせる関節の可動域、目的は関節の可動域を正常の範囲に戻していくっていうのが本来の目的です。こんにちは、ゴッドハンド通信の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も先生方にですね、治療のアイデアとヒントをお届けしていきます。どうぞ最後までご覧になってください。はい、今回ですねお届けするテーマなんですけれども、どんな関節にアプローチすればいいのっていうですね、テーマトピックでお話ししていきます。まあ、というのもですね、先日私ですね、セミナーの方に、手技セミナーの方にですね参加させていただいてですね、そこでちょっと学びになったことをアウトプットしていきたいと思います。そちらの先生なんですけれども、検査に始まり検査で終わるというふうに一つ一つの手技でやっていくというふうにお話しされてたんですよね。まあ、そこでですね改めてですね、あ、確かにそうだよなっていうふうに私も思いですね、昔の教科書というかですね、参考書というか専門書をですね全部読み漁って復習をしていって、あ、なるほど、やっぱそうだよねって思ったところ、気づきをですね今日ちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、どんな関節にアプローチするのってことなんですけれども、検査をやっぱり必ずしていかなきゃいけないってことですよね。で、関節がどういう状態かって言ったらですね、やはり正常よりも動いていない関節に対してアプローチしていくっていうことが、まあまあ答えではあるんですけれども、じゃあ関節の可動域ってどういうことっていうお話があると思うんですけれども、ちょっとここで図で書かせていただきました。まあ、この青のラインが正常のラインだとします。はい、で、この正常のラインには実は2つあるんですよね。自動で動く関節の可動域と、そこからさらに先の多動で動かせる関節の可動域、まあ俗に言う関節の遊びっていうものがあります。はい、まあどういうことかというと、例えばこの自分の手でいきましょうか。手でこう背屈していきます。こう背屈していって、ここまで行くのがいい、ここまで行くのが自動ですよね。自動で、ここからじゃあ多動にしていくのどうすればいいのって言ったら、こう外からの圧力を加えていく。そうするとさらにいくじゃないですか。これが関節の可動域なんですよね。で、私の場合このように90度に行きますので、正常の範囲内でちゃんと動いているよってことになるんですけれども、この関節の動きが悪い人っていうのは、例えば自動でここで止まってしまったりだとか、多動で動かしてもロックがかかっちゃって関節の動きが正常の範囲内に行かない、こういう人に対してアプローチしていくっていうのが本来あるべき姿なんですよ。むやみやたらにですね、このやり方を真似してやっていくって言ったら、オーバーアジャストになる可能性もあります。実はですね、この正常の範囲内で動いているにもかかわらずアプローチしてしまって、さらにこの多動の範囲を超えてしまいますと、ここはオーバーアジャストですね、オーバーしてしまいますので、怪我したりとか痛めてしまう可能性があるんですよ。だから検査をやらない限り、やはりですね、この関節の可動域逸脱してしまうと怪我をしてしまいますので、ちゃんと検査をした方がいいよっていうことになりますよね。だからこの自動のところで動いていない人、自動の範囲が狭かったりとか多動の範囲が狭かったりとか、そういう人に対してやはり関節の可動域を広げていくアプローチをしていくっていうのが重要だと思います。このですね、関節の可動域のやり方なんですけれども、もうこの映像をご覧いただいている先生は本当に勉強熱心ではあると思いますので、いろんなやり方があると思います。動く方に動かして、正常の範囲、動く方に動かしていって正常の範囲に戻していく関節法があったりだとか、動かしにくい方向にさらにテンションを加えていく直接法だとか、いろんなですねやり方はあるんですけれども、いいですか、目的は関節の可動域を正常の範囲に戻していくっていうのが本来の目的です。だから正常の範囲の人にやってしまいますと怪我をしてしまう可能性があるよってことを、ちょっと私はお伝えしたかったことにはなります。まあ、このですね、やり方なんて言ったらちょっと失礼はありますけれども、やり方は別に何でも僕はいいと思ってるんですよね。でもやるべき人、やるべき関節っていうのはちゃんと見極めていく必要があります。それをじゃあどうやって見極めていくのって言ったら、やっぱり検査ですよね。はい、検査がやはり大事になって、それがちゃんとそのやり方が決まっているかどうかっていうのは検査で分かるってことですよね。つまりは本当に検査で始まり検査で終わるっていうのが本来あるべきその治療の姿だと思います。
ということをですね、僕は今回、先日ですね参加させていただいたセミナーで学んだことになります。ぜひですね、先生方もその検査をないがしろにしてただただ施術をしているっていう風になったら、やはり患者さんを痛めてしまったりとか、患者さんの本来あるべき姿から逸脱してしまう可能性がありますので、やはり検査は大事なんだよっていうことをちょっとこの映像で分かっていただければと思います。はい、という形で今回の動画は以上になります。まあ、今回の動画がですね役に立ったという方がいたら高評価ボタンを押していただきたいのと、チャンネル登録していただけると、あの動画を見逃すことなく僕の映像だとか、あと他のゴッドハンドの先生たちの映像も届きますので、チャンネル登録がまだの先生はぜひですね、どっかにボタンありますのでチャンネル登録していただけると映像を見逃すことなく配信することできますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。